もっとええ飴作りたなってしまうなぁ。で、どないしたん、お兄さん。まあ、いや、奥歯に物でも詰まったようなぁ。で、はぁ、あ。飴ちゃん。歯の間に挟まってしもたんやろ？なぁ？お兄さん。ベロに見えるようにかがんで、ほんでもって、お口、大きく開けて、はーい。あーん。よう見えへん。あ、しやしや、スマホのライト。挟まっとるなぁ。これはブラシして取っちゃうのが一番の早道やろなぁ。はお兄さん、もうお口閉じてええよ。あんなお兄さん、この後の予定とか時間ってどう？もしも急いでへんのやったら、歯磨きしてったらどうかなぁ思って。あ、予定ないん？ええなぁ。そないな旅が。パン、楽しい旅よね。ペロ、こっち、羨ましいわ。ゆうか、そしたら、歯磨きしよな。こっち。この塔の向こうが、ペロのお家になっとるさかいに。遠慮せんと上がって上がって。さあさあさあ。はよう、はようにお家にようこそやんなあ。いや、大したことやあらへんけどな。あ、やっぱちょっとは大したことかな。
のお水と空のバケツとバスタオル。ペロのお膝に頭乗っけて、お口あーして、あーいけんよお兄さん、多分まだ固まりきっとらん飴舐めてしもって、それを歯にくっつけてしもうとるさかいに、普通に磨いてもなかなか取れへんもん。その点ペロはアメちゃんの専門家やさかいな、歯にもどこにも負担かけずパリッと綺麗に取ったるさかい。それにな、お兄さん、せやせや。元はといえば、ペロがうっかり固まりきっとらん飴をお兄さんに舐めさせてしもたんがいけんねやさかいに、ペロに責任取らせな。ね。お兄さん、大損言うもんよ。ほんなら、ここ。なあ、お兄さんの頭、ペロのお膝に預けてな。いいよか。なんや、ちょこっと照れてまうな。してまうな。ほんならお兄さん、お口あーんって大きく開けてな。ほんなら行くな、歯ブラシ。まずはコップの水で湿らせて、はじめはゆっくりするさかいにな。
るほどな。やっぱり歯にくっついてしもとるのがあるな。これちょっと用事でつっついて剥がしてしまうな。薄い境に川ピロさんやんな。剥がれた飴これお兄さん舐め直しはる？よしとくん持たないな。ほんならペロがはしたなかった？ああ、人間のしきたりはことるつもりやったんやけど、細かいとこまでは。え？気にしないなら噛めへんって、何を？間接キス。間接キスって、間接キ、ひやーやーもうなんでそないなこと言い張るの？ペロ、なんか急に恥ずかしくなってもうたやんか。いけずー、お兄さんのいけずー。まあ、いけずなお兄さんにはな。どうないしよこれ以上いけずなこと言えんようにな。ペロがお口の全部をなきれいきれいに磨いてしまう境に覚悟したってな。まずは左上の奥歯から。上の前歯。前歯の
フラム。そしたら、今度は、右上の奥歯。ん？ここ、虫歯になりかかっとるかもな。綺麗境に他は全然気になるところあれへんかったけど、そこだけな。いうことで、今度は下の歯、もうちょっとだけ英語にしてて。こらえてな。ほんなら、左下の奥歯。しもとったとこやさかいに、
お疲れさんやな。磨き終わったで。お口ブクブクゆずぎだいやろ。はい、コップのお水、それからこのバケツ。洗面所で揺すぐ方がええの？恥ずかしい？はーい。人間は難儀なもんやな。そんなら、こっち、洗面所。ここ、どうぞ。お水流して、好きなだけ、ブクブクしてな。恥ずかしいなら、ベロ、さっきの部屋に、先に戻っとるさかいに。ごゆっくり。おかえり、お兄さん。なあ、ベロの歯磨き、どないやった？そうやろ、そうやろ、そうやんな。ベロは、こう見えて、人間の体の作りのこと、そこそこ詳しいあやかしやさかいな。お兄さんを心地よくしてあげるくらいのことは朝飯前や。あ、そんならな、耳かきも試してみいひ？ピロー、実際にはまだ人間に耳かきってしたことないさかいに、一度試してみたかったんよ。耳かきもな。これええしなって一目でわかるやろ。ナワノーレンのゆえいうあやかしが作ってくれたすすたけの耳かき。
薄くてしなって上等やさかいに、これ使うてお兄さんの目玉やのうてお耳ほじったげたらきっと心地よくしてあげられるとペロ思うんやけども、しよな、ほんならしよな。こっちの耳を上にしてペロのお膝にゴローンって頭預けてな。お兄さんのお耳さん、こんにちは。そしたらご機嫌伺いましょうか。知りがいありそうなお耳やね。楽しみすぎて生唾吐いてしまいそうやさかいに、雨玉ちょこっと失礼するな。
ュで綺麗に拭かんと、耳掃除はできへんって、ゆえよに教わっとったんやった。これで。仕上げて、
右耳のお掃除おしまいや。どないやった、お兄さん。せやろな、極楽やろな。ペロ、まあ、いや、お兄さんが羨ましいわ。そしたら、左の耳やね。こっちも、もっと心地よくしてあげるさかいに、期待してな。ほんなら、体入れ替えようなペロがポローンっていう境に、それに合わせて左の耳が上になるように転げてな。しやったらいくな、せーので、ポロン。